江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、台風3号の予報に韓国ブチギレ、中国上陸後の進路は、朝鮮半島への影響はということでね、こちら映像がありますので見ていきたいと思います。ポン、スクーちゃんお願いします。夏の梅雨による豪雨被害が大きい中、3号台風ケーミーまで発生し、さらなる被害への懸念が高まっています。3号台風は今週中頃に C 国南部に上陸する見込みですが、その後の進路が非常に不安定です。一部のモデルでは台風が朝鮮半島に向かうと予想されており、警戒が必要な状況です。記者フィリピン東方の海上で強く発達した渦が捉えられます。これが3号台風ケーミーです。まだ初期段階ですが、中心付近では秒速 20m 以上、時速 70km 以上の強い風が吹いています。台風は北上しながらさらに強く発達する見込みで、今週中頃には秒速 45m 以上、時速 162km の暴風を伴う非常に強い台風に発達する見込みです。気象庁は台風ケーミーが26日頃に C 国南部の海岸に上陸する見込みだと予想しました。その後の台風の進路と強度は非常に不安定です。予測モデルごとに異なる結果が出ているためです。渓谷予測モデル KIM と英国統合予測モデル UM は、台風が C 国東海岸に沿って北上し、その後北に進むと予想しています。しかし、欧州中期予報センターの予測モデルエクムクフは、来週末から休日にかけて台風が朝鮮半島に向かい、急旋ライン付近を目指すと分析しています。まだ不確定ですが、最後の予測モデルのように台風が動くと、渓谷は台風の直接影響圏に入り、雨風による被害を受ける可能性があります。ただし気象庁は、台風が C 国南部に北上することでやや弱まる可能性があり、また C 国内陸にさらに西へ進む可能性もあるため、当面は進路を断定するのは難しいと述べています。キム・ヨンジュン気象庁予報分析官、台湾付近から C 国南部までは海面温度が高い状況です。したがって台湾から C 国南部までは十分に発達する可能性がありますが、それより北では水温が低くなり、内陸に入ると水蒸気の供給が遮断されて弱まる条件が整っています。台風がどの経路を取るかによって変動があると言えます。ベトナムダナン海上で第4号台風プラピルーンも発生しましたが、渓谷への影響はない見込みです。台風の北上とともに、今週渓谷では梅雨の雨と蒸し暑さが共存する見込みです。月曜日の未明と火曜日の未明には停滞前線の影響で、首都圏に再び最大 80mm の局地的な豪雨が降るでしょう。しかし、週の中頃には北太平洋高気圧が内陸に北上し、33度前後の猛暑と熱帯夜が続く見込みです。ちっちゃいね今。はい、じゃあですね、こちらに対して、韓国の反応を見ていきたいと思います。はい、それではですね、1人目、こちらブチギレだっけ。難しく言っているけど、結局週末の予報も全部外れた。わら、集中豪雨。結論として梅雨は終わりました。これからは台風の発生と移動経路に注意を払えば終わり。91外れたの。ただもう当てられませんという言葉を遠回しに言っているだけだ。260気象庁よりも近所のおばあさんの方がもっとよくわかっている。2447月8月は気象庁に給料を払うな。60日間ずっと雨の確率 50% と書けば終わりなのに。わら、22渓谷ももう梅雨と言わずに6月から9月まで雨季と書いておけ。どうせ当たらないんだから。30 C 国をついでに全部破棄してろ。20進路を教えてあげるよ。ボーリングのボールが曲がるように広州上海に沿って北京へずっと上がれ。10この機会に C 国をきれいに掃除してくれ。22そのまま行くか、それとも国民の力、与党の本土を荒らしていけ。22どこだよおい。 C 国に強打し、イ・ジェミョンも連れていけ。11北朝鮮の仕業で雨がたくさん降っている。国際社会が北朝鮮を制裁しなければならない。気象庁の予報だから予報をあまり信頼せず、台風が来る頃に気象中継庁の話を見守るのが安全そう。良い度の国会の方に言って人思いに飛ばせ。
台風は日本の方が正確だったよ。日本の予報はどれ？は、気象庁の職員は最高だね。ただ流動的だから、どこに行くか自分たちも知らないといえば、天気予報は終わりで、お金は毎回きちんと入ってくるの？わら、に、さん。台風は我が国に来なさい。どうか、ゼロ、に。来なさい。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応を見ていきましょう。これは予報に不満を持ってるんですね。はい、じゃあですね、上の方からいきますかね。希望的観測するにだ。あれれ、予報できないのかな？わら。切れてどうにかなるんですか？ W 天罰なので受け入れてください。日本より半島の方が影響大きいからね。なんで売りの方向に来たるにだか、とぶち切れしてるにだか。予報ごときがガタガタ騒ぐなよ、わら。熱帯低気圧による線状降雨帯発生を希望。台風直撃したら爆弾の跡を帳消ししてくれるにだ。天気にぶち切れても何にもならんよ。上陸に備えるんだな。ただ待ってても何もならんからな。直撃より西側を通る方があかんのやけどね。 C の台風も規模違うよね。街が破壊されてる。なんか高速道路の橋が壊れて、なんか11人ぐらい亡くなったって言ったね。半島上空で勢力を捉えずに3年くらい警戒してほしい。毎回疑問に思うが、風速を時速換算する意味不明な説明。太平洋高気圧が元気すぎて日本には来なそうだけど暑そう。このまま行くと北と南の中間に来そうだから、被害は南の方がやばそう。台風が上陸したら夏の野菜や果物は被害が出そうだな。さあ次は何の大乱ですか？梨ですか？玉ねぎですか？それともキャベツ？それとも原発？地雷配置変わっても北はトンネルで進行するからあまり関係ないからね。何この晴れのち曇りのち雨、とりあえず暑くなるか。持って天気予報わら。自慢の AI スーパーコンピューターで予報を出しているなら信じなくても大丈夫だよ。やっぱり天気予報について全く信用されてないな。当たる当たらなじゃなくて嘘をつくのがお前らだよ。宗主国様と一緒に流されるんだよ。慈悲はない。ついでに岸田も連れてってくれ。うちのキッシーも一緒に、ごほごほ。昔の日記みたいに朝起きて空見たら雨だったで済ませばいいじゃん。予報当てにならないなら。今年こそは三階ダムどうなるかな。 C は台風向くとも大洪水だからね。40人くらい行方不明らしいよ。夜中の崩落で次々ダイブしてたらしいから。C で橋が落ちて夜だったから見えなくて落ちた車が結構いたらしいね。あ、規制線がないからボン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 その落ちた橋のところに向かって突っ込んでっちゃったってこと？はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。